皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。お尋ねいただき、ありがとうございます。小樽運河にかかる浅草橋から中央橋の間をただ歩くだけの動画です。最後までお付き合いいただければ幸いです。いざ。天気が良いからでしょうか。平日なのに人が結構います。観光客、戻ってきているのかな。人が多いのでこのまま遊歩道へと進んでいきます。大正12年、1923年に完成した小樽運河ですが、昭和40年代に入ると南側の運河をほぼ全面的に埋め立てて道路にする計画が上がりました。しかし運河の埋め立ての他に倉庫群の解体も伴っていたため、その計画に反対する市民活動が起こりました。10年以上に及ぶ議論の末に一部の運河を埋め立てて散策路などが整理された現在の姿になりました。雪解け水が溜まっていて歩きづらいです。この倉庫の右側半分がびっくりドンキーです。店内のカウンター席から運河を眺めることができます。こんな感じです。左側は小樽ビールの小樽倉庫ナンバーワンになります。小樽ビール醸造所の中にビアパブ小樽倉庫ナンバーワンがあるといった形です。醸造の見学もできるようです。あちらに見える橋が中央橋です。小樽運河の行き方。JR 小樽駅から徒歩9分くらいです。JR 南小樽駅から境町通り商店街を観光しながら小樽運河に向かうルートもあります。このルートだと 1.5km くらいの距離になります。ご視聴ありがとうございました。